小松ジャンゴ坂巻さんは4日から町内の人たちと出かけており、こんな近くで事件なんて初めてじゃない？犯人捕まってないんだったら怖いよね。そこの長谷川さんと一緒に家の前まで帰ってきたんですよ。この人降りて、そこで知り合いなの？いや、知り合いってことじゃないけど、この先だから。あれ、それってお姉ちゃんが疑われるんじゃないの？やっぱりそうかな。そりゃそうよ。だってお姉ちゃんいつですか聞き回ったり鍵の場所調べるのにちょろちょろしてたんでしょ？してた。ほら、こういうのってどうしたらいいのかな。警察に私じゃないですって言いに行った方がいいのかな。そうよね。だってほら、そのお姉ちゃんに頼んだ娘さんが犯人かもしれないってことでしょ。ダメよ、そんなことしたらそのまま捕まっちゃうわよ。なんでよ、私に何も言ってないのに。犯人だって何もしてませんって言うでしょ。それはそうかも。けど私は娘さんに頼まれたんだから。そうよ、一番怪しいのはその娘でしょ。その人が本当に娘ならね。え？どう考えても犯人が本当の娘で本名まで名乗ってるわけないじゃない。ああ、真犯人を見つけない限りおばちゃんが犯人にされちゃうわよ。見つけるってどうやって？こういうのは探偵の仕事でしょ。何これ。これだわ、私探偵に頼むわ。でしょ。まあ警察に頼むよりはいいかもしれないわね。けど探偵なんかどこにいんの？そんなの調べたらすぐわかるって。わかった、私ご飯食べたら探偵のとこ行ってくる。ご飯なんか食べてないですぐ行きなさいよ。昨日電話でも少しお話しましたが、探偵というのは謎は全て解けたとか、真実はいつも一つとか、じっちゃんの名にかけとか、そういうのじゃないんですよ。え？主な仕事はですね、浮気調査とか心情調査とかで、そもそも事件現場に我々は入れるわけないじゃないですか。まあ、はい、まあそういうわけですので、気の毒ですけれども、まあこういうことはうちでは無理ですので、弁護士事務所の方にでもお相談されてはどうでしょうか。ああ、そもそもその解決してほしいって来た自称娘さん、全く知らない人だったんですよね。はい。じゃあ連絡手段とかどうされたんです？つまり鍵の在処とか留守の日を知らせに行く。それは私が調べて連絡しますって言ったら、今友人の家にお世話になってるし仕事中は電話に出られないからまた来週来ますって。なるほど、かなり計画的ですね。計画的？ええ。あれ、なんか君引き受けようとしてる？ええ、だからそんな無理だって。分かってますよ。けど実は僕、ここで働き出したのもこういう探偵っぽい探偵に憧れてたっていうか。探偵っぽいってそんなのお話の中だけだろ。その通りです。で、アリバイはどうなってるんですか？アリバイ？事件のあたりどこにいたんですか？その日はたまたま仕事がなくなって一人で家にいました。証明してくれる人？いません。あれ、君全然分かってないよね。まだ引き受けようとしているよね。そんなわけないじゃないですか。で、たまたま仕事がなくなったっていうのは？その日は決まった仕事があったんですが、私だけいろいろあってなくなっちゃって。あなただけ？はい。本当にたまたまだったんですか？それ、真実はいつも一つ、じっちゃんの名にかけて。え？いやだから、ちょっと静かにしてください。今大事なところなんだから。ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまず一級さんコントやります。いきます。いける？はい。あなただけ仕事がなくなったのは、あなたから得た情報で犯行日時を決めて、あなたのアリバイがないようにされたんじゃないですか？どうしてそんなこと？考えられる理由は一つしかないと思いますけど。小松ジャンゴ。